海軍の支配から脱したマエルは戦線を終わらせるため七つの大罪の仲間に加わる。その頃キャメロットではチャンドラーとキューザックが原初の魔人となり、マーリンたちの前に立ちはだかっていた。そして煉獄では現世への脱出を図るメリオダスたちと魔人王の戦いが始まろうとしていた。おいやー、うん、ワイルド、よそ見現金言ったはずだぞ。決して貴様を向こうへは戻さぬと。オリバー、チェッ、フィジカルハンドもらった。なっ、逆に力が吸われる。どうしたバン、大丈夫かバン。この魔人王を何と心得る。わしがバンをする限り何人も扉をくぐり抜けることは不可能。それを決めんのはあんたじゃねえ。いや、わしだ。クルスカウンター、やつの攻撃を跳ね返した。跳ね返しはしたが効いちゃいねえ。それどころか魔力を吸収しやがった。団長、やつの魔力は一体なんだ。俺たちの攻撃が全く効かねえぞ。やつの魔力は自身の名の魔人王、またの名をザ・ルーラー。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び、ブリタニア存亡をかけた決戦の行方は神々すら予見できぬものであった。だが彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。遥か彼方だぜ。正確には我らが遥か彼方まで吹き飛ばされたのだがな。あ、俺は向こうの世界に戻るべきじゃねえのかもな。なの、何を今さら。メリオダス殿らしからぬ言動、私は断固として我が弟に会うまで諦めんぞ。誤解すんなよ。もちろんお前らには戻ってほしいさ。だけど俺は話が別だ。エリザベスには俺の目の前で必ず死ぬ呪いがかけられてる。だから俺は戻らねえ方が。あいつは死ぬ。バーカ、もう呪いは発動しちまってんだぞ。大体あの姫さんがあんなことで納得すると思ってんのか。弱気になったら終わりだぜ。俺らは必ずここから出て恋人を救う。
必ずな。団長は姫さんの呪いを解いて、俺はエレインを生き返らせる。シンプルに行こうぜ。シンプルに行かねえから言ってんだよ。でも確かにお前の言う通りかもな。何より俺とエリザベスのため、滞在の全員とホークが命がけで戦ってくれてる。ほとほと貴様らには呆れるわ。いい加減学ぶべきだな。幾度わしの力を奪おうと試みようが、わしに力を与えるだけ。幾度わしを貫こうと試みようが、薄皮一枚傷つけることすらかなわぬ。リベンジダンスだ。貴様の技は所詮チャンドラーの模造品。貴様本来の魔力でなければわしとは戦えぬ。だがそれは不可能だ。なぜなら貴様は恐れているからだ。これで何杯目だ。尺だから数えてね。まあな。ざっと6093戦6093敗。数えてんのかよ。3人で魔人王に挑み始めてから60年だ。なのに俺たちは奴の足元に踏み込むことすらできてね。60年つってもよ、向こうじゃ1時間だろ。気にすんなって。ワイルド、その傷は。何これ式、大した傷じゃない。団長をかばってやられたんだよ。ね、どっかそうだ、試してみっか。おおお、なんと傷が治った。おお、マジか。にしてもバン、いつの間にあんなことできるようになったんだよ。この60年、何度も魔人王の力と体力を奪おうとしたが、逆に吸われてきただろう。おかげですっかり奪われる、いや与える感覚まで身についちまってよ。それを試してみたのさ。力を与えてバン殿の体は平気なのか。足りめえだろ。俺は不死身だ。この力ならエレインを。しかし恐るべきは奴のザ・ルーラー。一体どうすれば人たち浴びせられる。ふおー、何かいい案はないのか。つってもスナッチじゃ弱体化どころか強化させちまう上、どんな攻撃魔力も跳ね返す。フルカウンターすら吸収しちまうんだ。ああ、当たり前のことが奴には通用しねえ。まさしく断りを支配してやがる。もしかして。あ、二人ともいいか。ぶ、呆れてため息すら出ぬわ。わざわざわしに力を奪われに来るとはな。は、奪われるくれえなら花からくれてやるよ。ん、やっぱりな。おお、魔人王、あんたのふざけた魔力ザ・ルーラーの正体は反転。自分に向けられたどんな攻撃と弱体化も治癒と強化に変換する。あっぱれあっぱれ。だがメリオダス、いや我が息子の感情よ、貴様が現世に戻ることはわしが絶対に許さぬぞ。押し通れ。させん。させろってやな。バン、さっさと扉を見つけろ。俺の無限の命を喰らいやがれ。やはりあった、
ミリオダス殿、現世への扉だ。力が戻っただと。どうなってやがる。どうもこうも魔力を切っただけのことよ。貴様はわしのダメージをわざわざ回復したわけだ。クソが、なめじゃねえぞ。団長、ここは俺が食い止める。ふざけんな。お前が戻らなきゃ意味がねえんだよ。三人いっぺんに逃がすほどこいつに隙はねえ。必ず来いよ。ああ、許さんぞ。父に背き逆らう出来損ないめ。俺はあんたを一度たりとも父親と認めたことはねえぜ。わからねえのはその出来損ないに固執するその理由さ。貴様は破壊者だからだ。破壊者はあんただ。俺は魔人王の座なんかに興味はねえ。ただくだらねえ争いをやめさせてだけだ。やはり危険だぞ。何をしているバンダの。早く扉へ。やっぱり団長残してはおけねえ。メリオダスは我が座を継ぐにふさわしい存在。余計なのは感情である貴様だけだ。不合。団長、800万年耐え忍んだ甲斐は十分にあったな。ワイルド。マイルドが生きていたこと、マイルドの成長が知れた。全てはお主たちのおかげ。真珠、貴様、その姿、いや、その力は何だ。ワイルド、フルスロットル。うちに秘めし生命力を爆発させ敵を撃つ最終究極奥義よ。バカ野郎、もう死ぬ気か。バカ。逃がすか。バカ。どうやらここまで。ワイルド。弟に会えぬことは心残りではあるが、やはりマイルドには存在も知らぬ兄よりも二人のような友が必要なのだ。きっとメリオダス殿、バンドの達者でな。思うように体が動かさねえ。団長、バラバラに流されんぞ。そうか、俺たちは別々に引き寄せられているんだ。ホークを通って煉獄に来たバンはホークのもとへ、そして俺は海軍を取り込み眉となってる俺のもとへ。なあバン、ワイルドをホークに一目合わせてやりたかったな。ああ、帰ったら師匠にあの歌を聴かせてやるか。マイルド、おやすみ。かわいいわ。さてさてさて、あのホークが覚えてっかな。きっとポカンと口開けてお前を見ると思うぜ。それでもよ、ワイルドは喜ぶんじゃねえのか。だな。団長。捕まえたぞ。言ったであろう、貴様を現世には戻らせんと。こんなクソだれ。団長、すぐに助けに戻る。それまで絶対諦めんじゃねえぞ。今の俺ならもう心配ねえ。自力で必ず戻ってみせる。お前は一足先に戻ってみんなを助けてやってくれ。団長、信じるぜ相棒。虚しき強がりだな。このわしの手の内からどうやって。何？
壊する力、メリオダス、よもや貴様、あんたは言ったな。俺は恐れていると。確かにその通りだ。この力に目覚めた今、俺は向こうに戻ったところで居続けることはもうできねえ。でも決めたんだ。よせ、戻ってはならん。貴様は全てを台無しにする。にしし、初めて見たぜ、あんたの焦る顔。やめろ。キャメロットの方からだよね。うん、マーリンとエスカノールの魔力も感じられる。急ぎましょう。きっと向こうでは大変なことが起こっているわ。とりあえずお母たちと合流しようぜ。ホークちゃん、その光は。君を選んだ妹の目に狂いはなかったようだ、バン。戻ってきたぜ、エレイン団長。バン様、よくご無事で。それでメリオダスは、彼の心は無事だったんでしょうか。安心しな、姫さん。あいつは必ず戻ってくる。あんたのためにな。お前らはまっすぐ団長のもとへ急げ。どうした？俺はやるべき目的を果たしてから合流する。この命はオンハン号の方で得た仮初めの命。大地の牙、煉獄で必死に戦ってる。だから私も戦うの。妖精王の森の聖女として。でなきゃ彼に合わせる顔がない。エレイン、バン、最後にもう一度あなたに。出せたな。バン、私の元へ戻ってきてくれたんだ。夢じゃないよね。ああ、体も羽も戻っちゃった。力を使いすぎたみたい。でも嬉しい、最後にこうしてまたあなたに抱いてほしかった。キリン様、キリン様。最後じゃねえよ、ギフト。さ
んかじゃねえ。何度だって抱いてやる。バンドナの凄まじい生命エネルギーがエレインの体の中に。やめてバン、命の泉の力を使い切ったらあなたはもう不死では。バン、本当に良かったの。これであなたは永遠の命を失ってしまったのよ。なことはどうでもいいさ。お前との約束さえ果たせればな。いつか必ずお前を奪う。エレイン、これでお前は一生俺のもんだ。メリオダス殿、バンドの達者でな。あ、くそ、バラバラに流されちまう。団長捕まれ。バンさんや、俺はそう簡単には捕まえられませんよ。ふざけてる場合じゃねえ。月夜、次回7つの大罪憤怒の審判、集結する者たち。